紫テる、パリの夜に秘められた衝撃の瞬間。エッフェル塔が舞台、その驚きの中身とはナンバー、アイ、ナンバーアイのアイコン、ヒラノシヨウ、26、ガルイ・ビトンのファッションショーに参加し、そのエレガンスな一瞬をインスタグラムで披露しました。パリのエッフェル塔をバックにした彼の最新ショットは、オーラ半端ないと、賞賛の声が相次いでいます。先日、 平野は、ルイヴィトンにご招待いただきパリに来ていますとの情報をファンと共有していました。この日、彼は感謝の言葉と共に、ルイヴィトンのショーを訪れた様子を投稿。カモフラージュのアウターに身を包み、白いシャツ、黒いネクタイ、そしてパンツ、靴でシックなスタイリングを披露しました。投稿には、エフェル塔を背景にした素敵なショットも加えられ、ラウィスバイテン、LV メンフー24というハッシュタグが添えられました。 ライトアップされたエフェル塔とルイ・ヴィトンの一体感が彼の魅力を一層引き立てています。紫テルさんは宝石を散りばめたような美しさで夢のようなひとときを共有しました。しかし、この記事では単なる写真の紹介に止まりません。紫テルさんの魅力にスポットを当て、フォロワーたちの賞賛コメントを紹介することで彼がファッションの舞台裏でどのように輝いているかを読者に伝えます。 ファッションウィークはただのイベントではなく、名誉ある場でもあります。平野はこのパリファッションウィークに参加できたことを喜び、これからの滞在を楽しむ様子を伝えました。彼のポジティブなエネルギーが、読者にも幸せな気分を届けています。そして、ファンから寄せられたコメントにも焦点を当てます。はあ、イケメンすぎるよ。紫テルちゃんも景色も美しすぎ、夜景よりも紫輝くんが輝いていて眩しいといったコメントが、 ファンの彼に対する愛情を物語っています。最後に、平野がファッションショーの合間に投稿した、こんばんはというコメント。これは彼のファンに向けたもので、日本の朝を思わせる穏やかな言葉で彼らを喜ばせています。このような個人的なコミュニケーションが、平野のファンとの絆を一層深めています。平野仕様の魅力は、単なるファッションアイコン以上に、そのパーソナリティやファンとのコミュニケーションからも感じられます。 彼が提供する洗練された大人の魅力は、ファッションの舞台だけでなく、SNS 上でも輝き続けています。彼の未来に期待しつつ、彼の魅力がますます広がることを願っています。